ございます。皆さんこんにちは。ありがとうございます。ふるさとに思いを寄せて片町きららにぎわいコンサートにお越しいただき誠にありがとうございます。私たちは兵庫県伊丹市から参りました陸上自衛隊中部方面音楽隊です。中部方面音楽隊は東は富山県から西は山口県までの2府19県を担任しており、隊員の指揮高揚演奏をはじめ自衛隊の活動をより皆様に知っていただくための広報演奏を年間約100回行っています。しかしながら今年は新型コロナウイルスにより外出の自粛やさまざまな活動が延期され、音楽隊の演奏会も3月以降すべて中止となりました。本日は約半年ぶりに皆様の前で演奏させていただくことができ大変嬉しく思っています。そして私自身もふるさとでこうして演奏させていただけること本当に嬉しくてずっと楽しみにしていました。本日は短い間ですがありがとうございます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。この日は続いていますが、本日は少しでも皆さんに楽しんでいただき、新型コロナウイルスにより停滞した世間の雰囲気を音楽で吹き飛ばせるよう、熱い思いをいっぱい込めて演奏させていただきます。また、このような時期ですので、新型コロナウイルスの感染予防として、人と人との間隔をなるべく空けてご覧いただけたらと思います。短い間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。また、暑い中ですので、皆様、水分補給をしながら、ごゆっくりと聴いていただけたらと思います。ここで演奏するメンバーを紹介いたします。クラリネット、岡元子三等陸曹。オーボエ、荻野亜紀陸士長。フルートは高奥美冬三等陸曹。そしてピアノはいつもはクラリネットを担当しているのですが、本日はピアノで演奏してくれます池内ほのか一等陸士。そして歌は私、三等陸曹つぐみ舞でお届けいたします。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。最初にお聴きいただいた曲はふるさとへの思いを歌ったジーチンスキー作曲ウィーン我が夢の街でした。続いては上皇后陛下美智子様が高校時代に作詞をされた曲ネムの木の子守唄をお聴きいただきます。上皇后陛下美智子様は明治以降初めて民間から皇室に入られた方で、いつも相手と同じ目線の高さまで腰を落とし喜びや悲しみを共有してくださる、そんなお優しいお姿に多くの国民が励まされてきました。そして曲名のネムの木とは6月から7月の初夏に咲く花で、夜になると葉を閉じることからネムの木と呼ばれているそうです。私はこの曲を聴くと幼い頃母に歌ってもらった子守唄を思い出し、とても温かい気持ちに包まれます。それではお聴きください。ネムの木の子守唄。ネムの木
陸前高田市出身でウィーン在住のメゾソプラノ歌手菅野翔子さんが作られた涙をお聴きいただきます。この曲は波に雫と書いて涙と読むタイトルで、東日本大震災から数年が経った頃、ふるさとの陸前高田を思い作られた曲だそうです。あの時はとにかく一日一日を生きることで一生懸命だったけど、本当はもっと泣きたかった、そんな気持ちを心に抱え、それでも前を向いて生きている人はたくさんいると思います。自然災害や新型コロナウイルスなど突然の悲しみに襲われるたびに、当たり前のように過ごせる何気ない日常がどれだけありがたく幸せなことかを感じさせられます。心の中の悲しみにそっと寄り添い、また前を向いて生きていこうと思えるとても素敵な曲です。それでは聴いてください。涙。前を向いて今日も
とうございました。ありがとうございます。先ほどもお伝えいたしましたが、新型コロナウイルスの感染予防として、なるべく人と人との間隔を空けてお聞きいただけたらと思います。さて、ここで突然ですが、皆さんが今一番行きたいなと思うところはどこですか？新型コロナウイルスにより外出の自粛や海外旅行にもなかなか行けなくなってしまいましたが、収束したら今一番行きたいなと思っているところはそれぞれあるかと思います。では今日は音楽隊の高奥山荘に今一番行きたいところを聞いてみたいと思います。高奥山荘、今一番行きたいところ、コロナが収束したら行きたいところはどこですか？はい、私はやっぱりコロナが収束したらフランスのパリ、シャンゼリゼ通りに行きたいと思います。フランスのパリ、シャンゼリゼ通り、フランスのパリに、シャンゼリゼ通りに行かれたことがあるっていう方いらっしゃいますか？行かれたんですか？私も今すごい行きたいところです。素敵な場所ですか？はい、はあ、そうなんですね。とても素敵なところだそうです。それではもう一人、隊員の荻野市長にも聞いてみたいと思います。荻野市長、コロナが収束して今一番行きたいところはどこですか？はい、私もシャンゼリゼ通りに行って、美味しいマカロンとクロワッサンとムール貝をお腹いっぱい食べたいですありがとうございます。荻野市長、このシャンゼリゼ通りを噛まずに言わないよ、噛まずに言えるようにと何度も楽屋で練習してくれていましたありがとうございます。そんな2人にぴったりな曲、オーシャンゼリゼをこれから演奏したいと思います。皆さんも海外旅行に行ったような気分で、楽しい気分で聴いていただければと思います。それではお聴きいただきます。オーシャンゼリゼ。
今年の6月にコロンビアレコードより発売された3枚目の CD アルバムから、そして未来へをお聴きいただきます。この曲は命の歌の作曲者でも知られる村松貴嗣さんが作曲をされ、私が作詞をさせていただいた中部方面音楽隊のオリジナルソングです。暗いニュースばかりがあふれ、若者が夢を描けない、未来を信じることが難しい世の中で、それでも夢を描くことの大切さを伝えたいという思いでこの曲が作られました。私がこの詩を作詞させていただいたのは昨年の11月で、まだ世界的に新型コロナウイルスがこんなにも猛威を振るうとは思ってもいませんでした。今こうして改めてこの曲を聴くと、とても胸が熱くなる、そんな素敵な曲です。それでは最後の曲、そして未来へを演奏したいと思います。お聴きください。Thank you.
ありがとうございました。演奏は陸上自衛隊中部方面音楽隊、歌は私三島陸曹つぐみ舞でお送りいたしました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。私自身自粛期間がありまして、皆様も自粛期間いろいろな思いをされていたと思います。私もふるさとに帰ってきたいなと思いながら、それでもやっぱり自粛をして、友人に会うことも控え、またおばあちゃんに会うことも控えようと思って過ごしてきましたが、今日こうして演奏会で会いたかった友人などが見えたり、またふるさとで帰ってこられることができて本当に嬉しくて胸がいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。とても温かい拍手をいただきましたので、最後にもう一曲アンコールとして演奏させていただいてもよろしいですか。栄冠は君に。栄冠は君に。ちょっと今日ご用意していなくて、また、はい、次回吹奏楽で演奏させていただきたいと思います。本日アンコールで演奏させていただきたいなと思っている曲は、村松高次さん作曲の命の歌という曲です。この曲は音楽隊のコロナに負けるな YouTube 動画でも配信をして、たくさんの方に視聴いただいた曲です。とても命の大切さと、そして今だからこそ感じられる家族や友人、大切な人の温かさをまっすぐに伝えている素敵な曲です。それでは最後の曲聴いてください。命の歌。意味
楽しみに、そして私も励みに頑張ります。ありがとうございました。